い、どうもゆうじです。今回はエンジニア転職への否定をベテランエンジニアたちが全く否定しない件について話していきます。今回の動画のタイトルを見て一瞬どういうことかわからないっていう人がいるかもしれないので、一応趣旨を説明しておくと、最近洗脳から解き離れた自分は Twitter とか YouTube でもエンジニア転職に対して結構否定的な意見をずっと発信してるんですね。具体的にはエンジニアに転職して実務経験を数年積んで、そしてフリーランスになるっていうこの道筋っていうのは、お金を稼ぐ上ではかなり効率が悪いっていうことです。数年間頑張った末にフリーランスになったとしても月単価がだいたい60万円ぐらいにしかならないということ。ウェブ制作は別として、ウェブ開発の方にジョインする場合はすぐにリモートワークができるってわけじゃなくて、今回のコロナみたいなめちゃめちゃ特殊な事情がない限りはすぐにリモートワークができないっていうこと。日々アップデートされる技術トレンドについていくために日々勉強しなければいけないっていうこと。しかもこの勉強に関しては世間のトレンドっていうマクロな視点で見ても勉強しなければいけないっていう事情があるんですけど、ただ社内っていうミクロな視点で見ても勉強しなければいけない事情ってあるんですね。つまりどういうことかっていうと、開発してる言語が急に変わったりとか、開発チームが別に移ったりとかすると全くゼロから新しい言語を習得しなければいけないっていうこともザラにあったりするんですね。つまりエンジニアっていうのはマクロな視点で見てもミクロな視点で見ても常に勉強しなければいけないという環境にあるわけです。こういうことを考慮すると勉強量とか労働量の割に単価は安いし、しかも柔軟な働き方もすぐにできるってわけじゃないので、これは効率悪いって自分は思ってるんですね。さらに付け加えるならば、 IT 業界特有のちょっと癖のある人間関係とかもあって、そういう人間関係のリスクもあったりするんですね。ブリリアントジャークっていう言葉があるんですけど、めちゃめちゃ技術力はあってできる人なんですけど、ただ性格が悪いっていう人のことをこうやって言うんですけど、こういう言葉があるようにやっぱりちょっとひねくれてる人も結構多かったりするんですね。まあこれ職業柄しょうがないと思います。さらに付け加えるならば、これからノーコードとかローコードが発展していく可能性ってかなり高いので、これから初級者とか中級者ぐらいのレベルの人たちって全くいらなくなる可能性がかなり高いんですね。アメリカのガートナーの調査結果によると、2025年には約 70% のアプリケーションがノーコードとかローコードで開発されてるらしいですからね。そういうノーコードがめちゃめちゃ進化した未来においても、エンジニアをやろうとするとめちゃめちゃハイレベルな人材にならないといけないんですけど、ここまで行くのめちゃめちゃ大変やし、しかも行けたとしても下請け労働者から抜けきれていないので収入の上限値があるんですよね。これまで言ってきたことを全部考慮すると、今から未経験でエンジニアに転職してスキルをガンガン極めようとするのはなんか旨味があるんかなって疑問になってしまうレベルですよね。今からウェブ制作とかショッピファイとかウェブマーケティングの方に行くんやったら自分は将来は明るいと思うんですけど、ただ今から未経験でエンジニアに行ってウェブ開発の方にジョインしていくっていうのは自分は反対なわけですよ。数年前やったら別に全然良かったんですけど、ただ今のトレンドとか、まあ、未来のことを考えると今から転職するっていうのは自分はおすすめできないですね。ウェブ系エンジニアはめちゃめちゃ将来性があってなおかつ需要が高いとは言われるんですけど、それは超ハイレベルな人材に限っての話ですからね。全員が全員需要とか将来性があるわけじゃないです。なので日々の忙しい勉強量に耐えつつ収入の上限値があってめちゃめちゃ超ハイレベルな人材を目指さなければいけないこの世界に興味があるんやったら自分は転職しても OK だと思ってます。ただそれ以外の人は転職はおすすめしません。とまあこんな感じでずっと自分は YouTube とか Twitter で発信してるんですけど、たまにこういう発信を見てベテランエンジニアさんからコメントをもらったりするんですね。そういう時に彼らがコメントするのは全くその通りですねみたいな同意の内容なんですね。 Twitter で発信しても全く噛みついてこないんですよ。もはや自分は真理しか言えない体になっちゃってるんですけど、このエンジニア転職に関してももう真理をついちゃってるかなと思ってるんですね。数年前に比べるとエンジニア転職しなきゃみたいな洗脳にかかってる人がだいぶ少なくなってきたりとか、あとは最近のこのコロナの影響によってエンジニア転職市場ってだいぶ盛り下がってるような気がしてきてるんですね。今エンジニア転職関連のサロンをしてる人も1年前とか半年前と比べるとかなり人の集まりが悪くなったって言ってましたね。数年前と比べるといきなりバブルとかアダロみたいなノーコードっていうバズワードが出てきたりとか、コロナが流行したりとか、あとはウェブマーケティング領域がかなり熱くなってきたりとか、まあこういう事情もあってかなりエンジニア転職するっていう、まあそういう洗脳がかなりなくなってきてるような気がしますね。インフルエンサーたちもエンジニア転職をおすすめしてる人ってだいぶ少なくなってきて
きてると思いません？1年前とか2年前ぐらいだったら山本龍拳さんとかもエンジニア転職に関する発信って結構されてましたよね。エンジニアが最強だみたいな動画も出されていたんですけど、ただ今なんかもうめっきりそういう動画って出さないですよね。それはトレンドじゃないからですよ。自分がエンジニア転職に関して否定的な意見を言ってもベテランエンジニアたちが何も言わないし、むしろ同意してくるっていうのは、そのベテランエンジニアさんたちももう雑魚エンジニアがいっぱい市場に集まってきてめちゃめちゃ面接に受けに来るみたいな、この状況に結構飽き飽きしてたりするんですね。自分がベンチャー企業に働いていた時も、その会社では一応求人サイトに乗っけて、まあ、募集はしていたんですけど、ただあまりにもヘボい人材ばっかりが集まってくるもんやから、もう求人サイトは閉じて知り合い経由から採用するっていうリファラル採用だけに限定しましたからね。自分が転職活動をしていた時もいろんな人事の人から聞いたんですけど、まともにポートフォリオサイトも作ってこない人もいるぐらいですからね。これマジかよって思いますよね。そういうやつがいるんですよ本当に。変にブームになってしまったせいで洗脳されたアホな人たちがどん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 エンジニア転職を目指すようになって、もう雑魚い人ばっかりが市場に溢れ返ってるっていうのが今の現状なんですね。この現状に本当にベテランエンジニアさんたち、特に採用を担当しているエンジニアさんたちはもう本当に飽き飽きしてるんですよ。このエンジニア転職ブームに乗っかってめちゃめちゃ集客してお金をもらってるんですけど、ただ雑魚いエンジニアばっかり輩出してるっていうスクールもあったりするんですね。なのでとあるスクールを卒業した人は逆に評価されないみたいな、そういうおかしな現象も起きてるぐらいです。もしエンジニア関連で攻めたいのであれば、今から未経験でウェブ開発の方に行くんじゃなくて、ウェブ制作とかショッピファイとかウェブマーケティングの方を極めた方が明らかに未来は明るいです。この辺のスキルセットがあればすぐに独立できるし、すぐにリモートワークもできるし、月単価100万円も全然目指せるし、人間関係のリスクもゼロなわけですよ。しかも2019年の2月にすでにテレビの広告費をインターネットの広告費が抜いてるんですね。これぐらいテレビはもうオワコンで、次はインターネットにどん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 お金が流れ込んでくるんですね。皆さんもインターネットの勢いはもう知るところですよね。 YouTube にしても TikTok にしてもクラブハウスとかにしても、本当に SNS の勢いとかってすごいですよね。こういうネット上でマーケティングする力がこれからますます重要になってくるんですけど、それが何かというとウェブマーケティングスキルですよ。ウェブマーケティングスキルを持っておけば、これからどんどん市場が大きくなるウェブ上で戦うスキルが身につきます。そしてウェブ制作で簡単なコーディングスキルさえマスターしておけば、これから来るであろうノーコードの大波にもスムーズに乗ることができます。しかもこのノーコードとかウェブマーケティングスキルっていうのは、自分で商品を作って販売するときにめちゃめちゃ強力な武器になるんですよ。基本的には収入の上限値をなくそうと思ったら自分で商品を作って販売する必要があるんですけど、ただこの自分で商品を作って販売する上で超強力な武器になるのが特にウェブマーケティングスキルです。なので今のトレンドとか将来のこととかビジネスモデルの構造的なことを考えると、効率的に稼ぎたいのであればウェブ制作とかウェブマーケティングの方に行くっていうのが誰もが認めざるを得ない事実なんですよ。ほとんどの駆け出しエンジニアの人たちはウェブ系エンジニアがめちゃめちゃ需要が高いし将来性もあるって思ってるかもしれないんですけど、ただもうバックエンドアザサービスとか、あとはノーコードとかでだいぶ置き換えられますからね。本当に当時自分がベンチャー企業で働いていためちゃめちゃできる先輩もノーコードとかが台頭してくると、むしろエンジニアよりもデザイナーの方が需要はあるって言ってましたからね。ただエンジニアに転職するって言ってもデータベースの設計みたいな、かなり上流部分の設計部分を担当できるようなエンジニアを目指すのであれば自分は全然 OK だと思います。ただ中途半端に Ruby とか PHP を勉強して転職する、そして PHP とか Ruby を極めるみたいのは絶対に自分は今からじゃあおすすめしません。ベテランエンジニアさんたちも自分のエンジニア転職に関する否定意見を否定しないぐらいなので、今からエンジニア転職をしようと思ってる人は今一度考えてみた方がいいですよ。1年前とか2年前とはまるで状況がもう違うんですよね。本当にそれぐらい時代の変化は激しいです。1年前とか2年前のあのブームの感じをまだ引きずってるんだったら、それを早めに切り捨てた方がいいです。早く今の現実に目を向けて今何をすべきかを考えるべきですね。自分は実際にエンジニアに転職してウェブ系エンジニアになったわけですけど、その立場から言わせてもらうと、ウェブ系エンジニアっていうのは最強の職業でも何でもないです。最強の職業やったら自分は辞めてはいないですよ。今実際にエンジニア転職活動をしてる人は、自分のこの動画を見たら多分なんか自分が否定されたような気がしてムカつくから低評価ボタンを押したろうとか思うかもしれないんですけど、ただ本当に人の意見は真摯に聞いた方がいいですよ。ここで思考停止してなんかムカつくから
からこいつの意見は無視してエンジニア転職するぞって行く人か、あとは真摯に自分の意見を受け止めて今一度考えを改める人かで、かなり器の大きさが現れますからね。それでは今回の内容はこれで以上にします。公式 LINE の方では YouTube 以上にプログラミングとマーケティングに関して濃い発信を知るので、見逃さないように今のうちに概要欄から登録しておいてください。それではご視聴ありがとうございました。